おじさん、おじさん。ああ、来てくれたのか。ありがとうな。おじさん、そんな、嫌だ。無茶言うなよ。俺が腹くくってんのにさ。う。俺は言葉を飲み込む。おじさん、ありがとう。言葉はするりと口からこぼれた。そうだ、俺が本当に言いたかったのは、いつだって感謝だ。俺のことをいつも可愛がってくれて、守ってくれて、ありがとう。困らせたこともあった。分別のある年なのに、子供みたいに八つ当たりしたこともあった。それでも、俺を見限ることなく、そばにいてくれた。少しずつ恩返しができるようになってきたのに。そんな顔するなよ。という、おじの声で目線を上げる。目から涙がこぼれた。なんでわかるんだよ。見えないくせに。罰が悪くて、ごまかすように答える。おじが笑った。心電図の音の感覚が少しずつ開いていく。もう本当に残りわずかなのだと思った。おじさん、ありがとう。俺の人生に、おじさんがいてくれて、本当によかった。きっと、最後だと思った。今伝えなければ、一生後悔する。大好きだよ。本当の父さんみたいに思ってた。握っていた手が少し動く。もう声は出ないらしい。ありがとう。おじさん。本当にありがとう。涙でぐしゃぐしゃの顔で最後まで感謝を伝えた。心電図の波がないでピーという機械音が病室に響く。医師が死亡を確認して時間を告げてくるのを俺はほうけて聞いていた。数分後、バタバタと俺の家族が来た。その第一声に俺はショックを受けた。やっと旅立ったか。父はそう言った。まるで嘲笑うように。そして、俺を見て言い放つ。足を引っ張る兄さんともども、哀れだな。病院にそんな作業着で。まさかそんなことを言われると思っていなかった俺は、驚いて目を見張る。これで、完全に縁も切れるな。兄が俺に言う。俺は拳を握りしめた。そんなに俺のことが嫌いだったのか。こんな、おじの死に目にまで罵るほどに。俺のことはいい。けれど、おじさんは一度もあんたらの悪口なんて言わなかったぞ。俺は、誇りに思うよ。おじさんに育てられた自分を。それでも亡くなったおじに向かって非礼な言葉を放つ両親たちにあまりに腹が立った。そんな死んでよかったみたいに、と悔しい気持ちでいっぱいになる。けれどここが病院であることを思い出して歯を食いしばる。ニヤニヤとおじの遺体を眺めるようにする両親が本当に嫌だった。もう出て行け。それは俺が中学校に上がってすぐのことだった。進学校に上がった兄の制服に俺はつまずいて持っていた麦茶をこぼしてしまった。慌てて謝ったけれど両親は許してくれなかった。もともと兄を溺愛する俺の両親はあまり俺のことが好きではないようだった。
けれど、俺はなかなかそれがわからず、俺が出来が悪いから、うまくできないから厳しくされているのだと思っていた。必死で努力したし、兄の真似もした。けれど、何をやっても、どうしても、両親の愛情が俺に向くことはなかった。そんな時に起きた決定的な事件だった。俺は家を閉め出されてしまった。必死にドアを叩くけれど、家に入れてもらえない。お腹も減って途方に暮れた時に、ふっと叔父のことを思い出した。叔父は父の兄だ。かなりの弱視で整体師の仕事をしている。父とはあまり仲良くないようで、交流はほとんどなかったけれど、法事などで会う叔父の物静かで、けれど温かな雰囲気をなぜか急に思い出して、俺は叔父の家へ向かった。近所というほどではないけれど、2時間くらい歩いたところに叔父の家があって、夜遅い時間だったけれど、急に訪ねた俺に嫌な顔もせずに、叔父は家にあげてくれた。大したものはなくて、ごめんよ。と、簡単な食事を出してくれて、俺はその料理に手をつける。豪華ではない。むしろ、本当に質素なお味噌汁と、ご飯とおひたし。それでも、温かくて美味しかった。ご飯を食べながら、俺は泣いていた。美味しいかい?と聞かれて、鼻声なのがバレないように、美味しい、と答える。俺は子供で、泣いているのはバレていないと思っていた。けれど、今思えば、気づかないふりでいてくれたのだろう。叔父は、何も言わずに、泊まっていくかい?と聞いてくれた。俺は、自宅のドアを思い出した。泣いて叩いても開けてもらえなかったあの扉。それは、俺に対する両親の心そのものだった。泊まってもいい?と尋ねると、いいよ、と言われて、胸をなで下ろす。その晩、叔父は父に電話をしていたようだった。翌日、俺の家族が来た。俺は、迎えに来てくれたのだと思って喜んだ。けれど、それは大きな間違いだった。今日からここでお世話になりなさい。あなたがいると、お兄ちゃんの邪魔になるから。そう言われて、両親は俺の荷物を叔父の家に運び込んだ。唖然としてそれを見つめる俺。そんな俺に、兄が言った。人生終了だな、と。その日、俺は両親に捨てられたのだった。最初の数日間は、なかなか現実を受け入れられなかった。何も悪くない叔父に八つ当たりもしたし、悪態もついた。けれど叔父は、そんな俺に怒ったりせず、根気よく相手をしてくれた。大丈夫だ。しんちゃんの人生は終わってなんかいない。これからいくらでも可能性があるよ。と言って。俺がどんなに無礼な態度をとってもそんな調子だったから、途中から叔父に当たるのが馬鹿らしくなってしまって、それからは反抗的な態度をとることもやめてしまった。そして叔父を観察するようになって、俺は、叔父に興味を持つようになる。大手の有名企業で働く両親とは全く違うその暮らし。実家の華やかな両親を思い出す。旅行に行ったり、美味しいものを食べたり、洋服を買ったり、車を買ったり。とにかく、きらびやかに過ごす彼ら。いつも誰かと比べて、その人より良いものを、素敵な暮らしを、と競うようにしていた。それと比べて、叔父はあまりに静かだった。
まるで植物のようなその佇まい。けれど、不思議な優しさや温かさがあって、近所の人や職場の人が訪ねてくることが多々あった。素晴らしい解決策を提示するのでもない。何かを言い当てるのでもない。けれど、そうかそうか、うんうん、と話を聞くおじ。そんなおじにみんな心からお礼を言って帰っていく。初めて見るタイプの大人だった。両親のところに誰かが頼ってきたところなど見たことがない。俺はこの不思議なおじに気づけば夢中になっていたのだと思う。おじはほとんど目が見えないとは思えないくらい日々に困ってはいなかった。急に俺みたいのを押し付けられても穏やかに受け入れて一緒に暮らしてくれた。いつしか俺はおじを本気で尊敬するようになっていた。まるで仙人のようにすべてを受け入れているような佇まい。おじの周りだけ時間がゆっくり流れているようだった。どうしてそんな風にできるの？と聞いた俺に、おじは言った。何もしてないよ。ただ、よく見えてないだけだ。と。バカな俺は、おじの苦労なんてちっとも理解せずに、いいなぁと言った。本当に子供だった。おじを病院に連れて行ったのは、暑い夏の日だった。俺はすでに就職していて、おじと過ごす時間があまりたくさんなかったこともあって、少し気づくのに遅れてしまった。家の物の位置を完全に把握しているおじがあちこちにぶつかるようになっていたのだ。どっか悪いんじゃない？と聞く俺に、おじは、うーん、と困った顔をする。まあ、何もなければそれでいいやと、検査だけ受けてもらった。まだ50代だったし、酒もタバコもやらない人だったから、心配なんてしていなかった。けれど、悪性のリンパ腫が見つかったのだ。しかも、数箇所に転移していた。レントゲンを見れないおじの代わりに、俺は現状を聞いて伝えた。余命宣告は半年だった。どうしたい？と聞く俺に、普通でいいよ、と答えるおじ。最後だし、旅行だって、美味しいものを食べに行くことだってできるよ。俺も働いてるし、連れて行くよ。と言うけれど、本当に可能な限り、最後まで普通に暮らしたいと言われてしまった。そして、おじはその言葉通り、本当に立ち行かなくなるまで仕事をして入院したのだった。どんな時もそばにいてくれた俺のおじさん。誰よりも俺を大事にしてくれた。毎日見舞いに行って感謝を伝えた。育ててくれたこと、可愛がってくれたこと、愛してくれたこと。大事な大事な人だった。最後のその時まで。病院で怒りに身を任せまいと自制していると、高級車が外に止まった。そこから一人の女性が降りてきて、病室へ来た。目に涙を浮かべている。その女性が震える手で、俺に封筒を渡した。約束通り、お迎えに上がりました。社長。その女性に言われて、俺はキョトンとする。え？と聞き返す俺に、女性は言った。あなたのおじさんの遺言です。その封筒には、おじの遺言状が入っていた。その中身に、俺は驚く。おじは、起業家だった。もちろん整体師の仕事もしていたけれど、目の見えない人のための点字翻訳の仕事や、
展示通訳の仕事を仲介する会社を起こしていたのだ。目指す人が多い職種ではない分、間口は狭く、けれど政府や福祉の仕事が多く、かなりの資産が築けていたそうだ。そして自分の死後は俺にその会社を継がせると遺言状に書いていた。俺なら目の見えない人の気持ちを理解して寄り添うことができるからと。私は彼の秘書でした。そういう女性に俺はお礼を言う。きっと最後までおじを支えてくれたのだろう。社長はあなたが作業療法士になったことをとても喜んでいました。うちの甥っ子は本当にできた子で、俺みたいなのを面倒見てて、そのまま困っている人を助ける道を選んじゃうくらいのお人よしなんだよ、と言って。ああ、そんな風に思ってくれていたのか。余命宣告を受けてから、急いで遺言の作成を始めて、新一が困らないように、幸せに暮らせるように、最後まで頑張らにゃな、と。俺は鼻から息を吸い込んだ。おじさん、なんでだよ。お金たくさんあったなら、もっと自由に生きられたじゃんか。それこそ美味しいもの食べて、楽しいことして、なんだってできたのに。社長は、あなたと一緒に暮らせて本当に嬉しかったそうです。子供なんて一生持てないと思っていたのに、俺みたいなのに懐いてくれてさ。神様がくれた甥っ子なんだ。本当にありがたいよ。幸せな10年だったな。本当の息子みたいに思ってたんだよ、と、いつも私に言っていました。そんな、俺だって、おじさんがいてくれて本当に幸せだった。急に俺みたいなお荷物を押し付けられて、なのに可愛がってくれて。俺、おじさんがいたからこんな風に生きられたんだ。なんで生きてるうちに言ってくれないんだよ。そしたら俺だってもっと恩返しできたのに。さあ、これからはあなたが社長です。やってくださいますね。封筒を受け取って眠りについたおじを見る。それはおじから俺への命のバトンのように重かった。1年後、俺は作業療法士の仕事をしつつ、おじの会社を継いでいた。受注がたくさんあるわけではないけれど、生きるのに十分の収入ではあった。けれど、俺は作業療法士の仕事を辞めなかった。やっぱり現場で誰かの役に立つのが幸せだったのだ。俺の家族は、おじさんの遺産を俺がすべて相続したこと、そしてその金額に驚いていた。実は両親はあんなにいい会社で働いているにもかかわらず、浪費癖があるせいで、暮らしは自転車操業状態だったらしい。何度か俺に分配を要求してきたけれど、足を引っ張っちゃうから、だったり、縁切られちゃったし、と、関わりをやんわり拒否していたら、もういい、と言われてしまった。まあ、元気みたいだし、本当に困った時に助ければいいかと構えている。お盆だったので、俺は墓参りに行った。ちまっとしたお墓で、本当に遺産があんなにあった人とは思えなかった。それでも、たくさんのお供え物があって、多くの人が墓参りに来たとわかる。こんな人になりたい。俺のコンパスはいつもまっすぐに、おじの方を指している。青い空に、鳥が直線を描いて飛んでいった。